うわぁ高いな、でもめちゃめちゃ景色いいじゃん。こんな場所に呼び出して話があるって、あいつ何を企んでるんだよ。おい加藤、わざわざこんな場所に連れてくるって、それなりの話があるんだろ。ちゅん、だか、ここ、めっちゃいい景色だよな。ああ、そうだな。てかそんなことより、話ってなんだよ。ああ、それについてなんだが、実は俺、赤見ちゃんと付き合うことになったんだ。は。お前嘘だろ、だってもともと僕が。お前から好きだって聞いた時には、俺ももう好きだったんだよ。だから、純粋に応援ができなかった。そんな。この場所は、俺が赤見ちゃんに告白。ふざけんなよ。この、裏切り者が。お前が悪いんだ、全部、自業自得だ。ここは有名な観光スポットだし、死体が見つかる前に隠さなきゃな。とりあえずバレないように、家の近くの井戸まで運ぼう。この中に死体を隠せばバレないだろうな。加藤、悪く思うなよ。次の日、井戸の中を見てみると、死体は消えていた。なあ、赤見ちゃん、あれからもう2年も経つんだぜ。いい加減加藤のことなんか忘れろよ。そして僕と付き合おう。その方がお互い幸せになれるはずだからさ。いやだ、私は加藤くんがいいの。加藤くんはいつか帰ってきてくれるから。しっかりしろよ。なんで殺された奴のことなんてまだ好きでいられるんだよ。え、殺されたってどういうこと？加藤くんは行方不明なんじゃないの？吉田くん、あなたまさか。ああ、まったく。なんで僕がこんなことしないといけないんだよ。赤見ちゃん、好きだったんだけどな。次の日、井戸の中を見てみると、死体は消えていた。やあ黒くん、急に話ってどうしたんだい？いやあ、お前って意外とそういうことするやつだったんだな。何のことだ？俺さ、見ちまったんだよな。お前が血まみれの女の子を引きずってるところ。そうか。とりあえずこのことは黙っといてやるからさ、月に50万、俺の口座に振り込んでおいてくれよ。殺人に時効は存在しないからよ、50年はよろしくな。ああ、わかった。あっちでよろしくを伝えておいてくれ。どいつもこいつも、なんで俺が殺さなきゃならねえんだよ。その日に、黒の死体を井戸に捨てた。いつも通り次の日に死体は消えていた。数年後、母が認知症になった。介護に疲れた僕は、母を殺し、死体を井戸の中に捨てた。次の日、井戸の中を見ると、死体は残ったままだった。意味が分かった人はコメント欄に自分の考察を書いてみてね。